でそこでまあちょっと一線を引いて、はい、社会人としてね、社会人としてちょっと今までのこう経緯というかあれを簡単にお話しいただけますか。あ、はい、社会人になって、まあ、ラグビーはそこまでで、うん、あのプレーはやめて就職最初は NHK に入りまして、うん、でまあ、父があのそういうラジオの制作会社とか、まあ、そういうのを、うん、まあ、やってたっていうのがあるので、まあ、あのそういう道を志して、またなんかやっぱりそのチームで何か作っていくとか、なんかそういうことをやりたいなと思ったら、なんかテレビの世界がそう見えたので、まあそういうあの道を志して、あの5年間あの NHK にいたんですけど、まあそこからちょっとあの、まあ自分がやりたいことがあって、今の三菱地所に社会人6年目ですね、はいはい、に転職をして、で、はい、あの今そこからそうですね、もう今三菱地所入ってから17年ぐらいなんですけど、そうなんですか、はいはい、そういうキャリアを進んできました、はい、そのやりたかったことっていうのは今どんな感じで、やりたかったことは、やっぱ自分が、まあ、まずあの、まあ、テレビの仕事をしていて、まあ、マスにこうやっぱりちょっと相手がエンドユーザーが見えない、見えづらいっていうのがちょっとあの当時はあって、まあその、うん、やっぱりもう本当に心血注いで作った番組だったりするので、うん、でそれがちょっとどういうふうに受け止められてるかみたいな、ちょっと反応が、まあ、見えづらいところがやっぱっ、はい、マスだったんであって、うん、ちょっとそれがもうやっぱ目で見える世界に行きたいなと思ったの で、あのかつあの自分がこうなんていうんですかね、その、誰かをこう追いかけて番組を当時、まあ、作ってたんですけど、まあ、自分がちょっと主体の事業を、まあ、あのやりたいっていう気持ちもあって、まあ、たまたま三菱商に出会ったらたまたまなんですけど、まあ、こういうの街づくりって、まあ、それを主体的に、まあ、作ってる会社 でかつやっぱりそこにあの、まあ、今もいろんな事業やってるんですけど、街づくりをやっていくとそこに来てくれる人がいて、で、まあ、あのその人たちのことを、まあ、この目でやっぱあの何かを、まあ、例えば商業施設でも、まあ、いろんな施策をやると人がたくさんその賑わってる様子とかっていうのが見れるので、なんかそういうことがやりたいなっていうのがすごい、ちょっとそういう、はい、あの最初の5年間を過ごしていく中でふつふつとちょっと生まれてきたのがあってですね、はい、でそういう街づくりの仕事でたまたまなんですけどやって、まあ、あのやりたいなということで今やってます。はい、はい、まあ、あの三菱地所なんて実はあのラグビーやられてた方随分多くて、はい、まあ、まだ皆さんご活躍なんですよね。結構役員さんとか本当ラグビーやってた人がものすごく多い、入ってこんなにあの多い会社だと思わなかったです、はい、いやいや、それでもあれですかね、うん、ラグビーやってる方それだけ活躍されてるっていうのは、うん、どうしてだと思います。まあ、会社自体もそうですし、やっぱりあの、うん、この街づくりをやってる会社自体もそうなんですけど、やっぱり結構チームワークが大事みたいなところは、うん、多分にあるかもしれないですね。やっぱりその仕事は一人ではできないので、うん、まあ、当然それぞれの役割とか責任は持ちながらも、それをどうやって最大化させていくのかみたいなことはやっぱり、まあ、あの会社のカラーとしてもずっと持ってるあの会社で、今ワンチームって言葉があの、ね、あのありましたけど、はい、昔からのアズワンチームっていうのがあの会社の標語としてもあって、それでやっぱりまあそういうあのワンチームでやっていくっていうのは、あの社風としてもずっとある会社だったりとか、まあ、その不動産業自体もやっぱり街をこう、我々不動産会社ディベロッパーがこうやるだけだと何もなんなくて、やっぱりそこにまあテナントさんが入って、はいはい、で街を盛り上げる人たちがいて、はい、でまあ、そこにまあそれこそまあいろんなそこの協力会社とか、まあいろんな人たちがそこに関わって、うん、まあ、街ができていくっていう思想がやっぱずっとあるので、うんうん、まあ、そういう意味で、まあ、ラグビーのチームワークの精神に結構近いところが あるのかな。なんでまあそういうのが結構マッチしてるからなのか、はい、はい、あのっていうものももしかしたらあるのかもしれません。はい、ああ、なるほどね。うん、で、あの三菱地所さんやっぱりラグビーにすごく力入れてられて、はい、もうもちろんワールドカップもですし、はい、日本協会のサポートもされてるし、はい。はい、で、あの高さん自身がそういうお仕事をされながら、はい、またあの今広報のね、はい、中で、ラグビーマーケティング室長という立場でね、はい。はい、あの今ご活躍なんですけれども、ちょっとそんなお話もいただいていいですか。そうですね、あの、はい、まあ、ラガーマン出身の人間が多かったっていうのは事実なんですけど、うん、まあ、ラグビーと関わった事業をあの三菱商がやってたかっていうと全然そうじゃなくて、うん、で、あの始まったのがワールドカップの1年半前、2018年
で、あの我々何人かでこう有志メンバーでこうワールドカップに向けた取り組みをしようよって集まってやってきたところから今始まってまして、なるほど。で、ラグビーのワールドカップ、まあ、ワールドカップ自体が まだ本当に成功するかどうか、まあ まあ、人気もあれだったですし、っていうのも、まあ、当然我々も分かってましたし、やっぱりこの何かこう応援することを、まあ、ができないかでっていうことからちょっとそういう話が始まりまして、はい、でそれがひいてはこの街とそのラグビーっていうのがこ うまく掛け合わせ合っていけば、街に来た人たちがラグビーのファンになって、でラグビーが好きになった人たちが街にたくさんこう来ると、まあ、ラグビーを介してですね、まあ、街も盛り上がって街 の活性化にもつながる、なんで本業にもつながるっていうことを、まあ、当時思い描いて、でワールドカップの時にワールドカップのスポンサーになるようなことを、まあ、会社の中で提案をしてって、でワールドカップのスポンサーになって、それがすごく、まあ、日本大会盛り上がりましたし、うん、にわかファンがで、うん、で丸の内ラグビー神社っていうのも作ったことがありまして、で、ね、はい、でそことかにも本当にお客さんがたくさん普段来ないような丸の内に来ないような方々もたくさん来られて、海外の方も含めて、で大会後には日本代表のパレードで5万人がこ の方が、ね、丸の内の中通りを埋め尽くして、なんかそういう街の PR にもすごいつながりまして、はい、ラグビーのファン作りと、まあ、街のファン作りみたいなのが一体に なることが本当にうまくなり、成功して、まあ、このラグビーを応援、まあ、街ぐるみで応援していくみたいな活動を、まあ、ワールドカップが終わった後も続けていこうということで、今日本代表のスポンサーにもなって、はい、そういう活動を続けているような感じです。はいはい、で丸の内15丁目ってあるんですよね、はい、でそこの、はい、まあ町長でもあるというか、はい、はい、ちょっと丸の内15丁目の話。ああ、はい、丸の内15丁目っていうのは、まあ、一つのコンセプトでラグビー、ラグビーかける町づくりの取り組みを、はい、まあ、その丸の内15丁目っていう名前で、まあ、町づくりの会社なんで、ラグビーで盛り上げる町っていうののネーミングが、まあ、丸の内15丁目っていう名前なんですけど、まあ、そういう架空の街を、まあ、作って、まあ、それ1年に何回かそのイベントで、うん、まあ、ラグビーで埋め尽くすような、まあ、イベントもやってって、うん、先ほどのラグビーで街を盛り上げるみたいな、そういう取り組みをやってるのが丸の内15丁目っていうことなんですけど、うん、我々三菱商店が主体で、まあ、いろんな人たちを巻き込みながらやってて、まあ、そこにいるので町長として、はい、祭り上げられまして、はい、やってます。はい、いやでもそういうバーチャルなお街ですよね。はい、あ、そうですね。バーチャル空間というか、はいはい、うん、でも本当ラグビーの街ってこう世界にはいろんなところにあって、はい、うん、ね、まあ、ニュージーランドとか南アフリカとか、うん、ウィエーズ行ったらもうラグビーが、うん、何でしょう、国技であるし、はい、国技であるし、うん、その文化なんですね、はい、ラグビーってのは、うん、ラグビーは本当にニュージーランドって文化であるし、うん、哲学だし、それがこう根付いた生活環境っていうのがあってね、うん、だからもうそれが素晴らしいなと思って、本当にワンホールオールフォーワンって言ってるんだけど、うん、それをこう文化としてこの15丁目だけじゃなくて、これが日本に広がっていったらいいのになって、本当に、はい、そうですね、我々もね、そういう思いでこうなんかヒーローズと、あとヒーローズプロジェクトって、うん、はい、ぜひそういうふうな世界でね、トップのもうラグビー王国になりたいなと、はい、うん、ナンバーワンスポーツになってって、はい、ラグビーがこう語られるそんなリアルなところを作りたいなっていうふうな、私も思いがあるんですけれども、はい、はい、ワールドカップに関してはヒーローズもね、三菱一生さんに非常にお世話になりまして、うん、もう小学生のラグビー大会やってるんですけど、はい、子どもたちのですね、そのワールドカップをぜひやりたいなと、はい、で前回2015年にワールドユニバーシティカップっていうのがイギリスがやったんですね、はい、オックスフォードで、はい、その前にアーミーの大会ができて、うん、でワールドカップでもうぜひ日本初でその子どもワールドカップをやりたいなって言って、うん、まあ、お話しさせていただいて、はい、それこそ関西のね当時、はい、トップだった岩田さんというラグビーやられた大先輩がいまして、はいはい、そんなお力も借りながら、はい、子どもラグビーワールドフェスティバルという、まあ、ワールドカップですね、子どもの、うん、それを日産スタジアムで、
やらせていただきましたね、はい、サポーティドバイ三菱地所グループということで、はい、せん越ながら、はい、もうスポンサーなんていただいて、はいはい、世界初の子どものワールドカップが、いやそうですね、日本で、はい、あのなんかその話も聞かせていただいたときに、まあ、ワールドカップ、まあ、ちょっとまた今最初招致活動もなんかあるかもしれないとは言ってますけど、やっぱ一生に一度だっていうのがキャッチフレーズが、はいはい、ワールドカップ自体であってです、ね、かつ、まあ、そこに合わせてあの、まあ、林さんが、まあこの子供たち、世界中の子供たちをやっぱここに呼んで、まあ、一緒に一度の体験をしてもらう、一緒に一度というか、まあ、そういう体験をしてもらうんだっていうのがあのおっしゃっていたので、はい、まあ、あの素晴らしいビジョンだなとあの思って、まあ、あのなんか我々、まあ、ワールドカップも応援してたし、まあ、そういうやっぱり子供たちのところから、かつ、まあ、ラグビーの魅力というか、その教育的な部分、やっぱ子どもたちをどう育てていくかみたいなところが、またラグビーの大きなやっぱ魅力の一つでもあると思うので、やっぱまあそういった部分をあのやられてるってことですごい共感をして、なんかそういう場作りみたいなところに何かあの力になれないかってことで、はいはい、あのやらせていただきました。もう本当にあのお世話になりまして、はい、おかげであの世界の子どもたちがね、うん、ワールドカップ決勝の地の日産スタジアムを走ったというね、はい、はい、